はいどうも、妖怪ウォッチ新キペリアシャドウサイドやっていきます。プニプニの方でついにね四天王寺が出てくる、シャドウサイドイベントね、四天王寺出てくることになったんでちょっと続いてたんですけどね、四天王寺使ってプレイしたいでね。一応今回ってそう不動明王10も出るんだよね。プニプニの話だけどさあ、じゃあ四天王寺一応このウィキスペディア上は勇ましい族だ、そう勇ましたい、勇ましたで、勇ましなのかプニプニではどうなんだろう、ゼットランクなのか、この辺がね分かんない。映画もう一回見に行きたいぐらいだよな。四天王寺ね、必殺技一緒かな、一応レジェンドが出やすいということでどうしようかな。公園、結構持ってないヤマタンなんだよねかなり発電も多いんだけど、まあちょっとね四天王寺せっかく持ってるので必殺技までちゃんと使えるぐらいのアイテムが欲しい。もう出会いよかいるいるようだな。なんかね前もねいたんだよね一発で、最近は出現率いいっぽいな。一応毎日やると知らんかったな、ヤマタンがいいんだよな。不動明天とオエンラ、オエンラとプニプニはね四天王寺 Z ランクなのかが気になるところだな。多分もうこの動画をアップしてる頃にはもう分かってんだと思うけどね。ケイスケアニメ、あそっかアニメもな、アニメはオロチ出るから、そうオロチシャドウ出るんだよねアニメで、だからツチノコがなということでイベントエリア、シュラコマ、シュラシュ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 ラバウアー、なんか1年に1回シュラコマの回があったような気もしないでもないけど、スーパー戦隊データカードだ、最高戦隊リバーレンジャーという警察戦隊サドレンジャー四天王寺勇ましの陣なのね、勇ましだから静かいしょもウォッチアイコンですから、さあ必殺技が出るまで頑張りたい。必殺技出したいの、よいしょ、倒しちゃうかな、とんでもなかった、全体攻撃、必殺技は全然たまんねえ、これ受けてんじゃねえの必殺技必殺技見したかった、必殺技見したいから炎にしよう、動体視力鍛えて引き込む、一応ウキウキペディアの世界ではクリスタルグシニャンは出たね。さあ必殺技、必殺技鬼しぐれって書いてある、水の必殺技なんだよ、これどうなんだろう、
俺がプニプニではどうだろう。オッケー。シュラコが水苦手だったっけ。シュラコモに倒した。シュラコマの必殺全然保てない。じゃあ集中攻撃。来た。こんなにすごかった。兄ちゃんじゃないけど、モンゲーロのコマジロがね出てくる。コマジロシャドウとうちの子シャドウも出るんだよな。プリプリな。さあ待っていたぞ。この瞬間だ。積み重ねボーナス。そんなもんなかったんやあーラーメンゲットだったな。ラーメンがやると合成がもう一回追加できる可能性が高い。結構でもあれだな、この前もイベントマップ一発で出たから、レベル23、22、20、25が最高だ。赤ボタンを押してください。青ボタンで火の妖怪で必殺技が水なんだよ。そう、もう一匹いけんだよな。どれにしようかな。力、速さを選ぶか。速さ、うん？こっちの方が全然いいじゃん。何が違うんだ。お願い。成功かい。さあ20、あと1個で25、25になったらカードが多分違うんだろうな。どうなんだろうね。僕は酒飲んでる。自由だな。これでもこれスポットリンク飲んでるっていうね、前の視点どうだったこんな感じだね。さあ2段はね、一応2段じゃない、4段か。4段は剣舞魔人だよね。スザクと剣舞とあとアシュラでいいんだよね。映画イベントがね、あとちょっとで終わっちゃうね。で今毎日来ると特別アップ毎日か。一応イベント的にはあと2月のイベントまで特にやることはないんだけど、あ、スサノオ来ちゃった。ちょっと待ってね。このステータスを見て終わりにしたいと思います、うん、一応この映画妖怪を全部ゲットして倒して、で、うん、あとここで水晶玉、神秘の水晶玉をゲットできる。ボスチャレンジも終わってる。もう一個追加してくれよって感じだけど。そしてボスチャレンジもクリア。ここが追加がない。追加してくれっていう感じですかね。はい、じゃあこんな感じします。はい、じゃあどうも。
最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。クニプニが楽しみですね。ステンドジね。